ちょ駆け抜けろ地獄に。はい、東方スカイドリフト、ストーリーモードついにクロマス判明、最終回でございます。まずは前回、1位なれずに先に進めなかったここ、グッドキャッスルで1位取っていきまっせ。グッドキャッスルでは名とっても似てるのは否定しないけども。しれっと落ちてるし。でも最初の2周でぐっちぎったからな。まだまだ余裕だぜ、ふふふふ。あ、調子乗るとこうなるよ、お手本。でもまだまだ1位はキープ。はいはい、慌てずに寝落ちないこと最優先で進めば大丈夫でしょう。これでもう3回目の挑戦、コースは把握しておりますからね。慎重に行けば落ちる心配はなしでしょう。フラグですか？はい、この先もあと1回はどっかで落ちるだろうと予測のもとフラグです。めっちゃ正直か。で、落ちたー。このタイミングはい、しっかりフラグ回収したところでね、さすがに次落ちたら抜かれそうなんでもう落ちんよ。と、新たなフラグを張った主さんです。さあ、こっからはなかなかの落下注意ゾーン。落ちそうな予感でまくりなんだが、大丈夫っすか主さん。ご覧の通りでございます。ご愁傷様です。でもでも、まだなんとか1位。ここは落ちんぞ。お、ナイス。はい、これはもう1位もらった。しゃー。お次、ついに最終ステージ。霊夢、ここで黒幕に感づく。いざ、最終ステージに。やってきました、霧の湖。はい、もう皆様もわかっちゃったかな？キルのターン出たー。このおバカ妖精の仕業だったようです。そしてもう一人、真の黒幕は聖者。足りない知能、どんまいキルの。ってことで最後はここまで登場したみんな、大集合で大乱闘レース。さあミラクル初見で1位かっさらってやるぞ。おそらく最後なので、コース難易度は一番高い設定になっていると思うが、ここまでで強さはもう完全に慣れてるぜ。はい、1位出ましたー。そして落ちましたからのまたコースアウト、一瞬の輝きでございました。あかん、やっぱこの難易度で初見は難しかったです、ごめんなさい。ちゃんと確認しないとね。むし、このコースは2周だぜ。落ち落ち、初見で一番きついのは1周パターン、2周あるならまだ可能性あるぞ。手前向きになったとこでこの落下よ。落ち、ここは私が下になろう。さあこれが月と出ればよいが。せっかく加速スペル出てるんだけど、通常スピードでこのコントロールの喪失、加速スペルとか怖くて使えんですよ。でこの直線やろう。使えない発言から秒で使ってきた。それにしてもさすがの最終コース、ほぼずっと落ちる危険あるとかお宮で。お、前に集団発見ってことじゃないんかーい。初見おろへい。なかなか無理のないから抜け出せんな。てか一周長いぞ、まだしかゴール？まだまだ続く、私の予想ですけども、あくまで私の勝手な予想ですよ。このコースを作った制作者様、絶対にマリカのレインボーロードに影響を受けている説、はっきり言った。で、わし、どこ行っとるん？お空の彼方に消えてて草。そしていつ終わるんだ一周。だから落ちるポイント多すぎんのよマジ。お、やっと一周終わり感か。はい、やっとこさ2周目や。そして結局前と離されすぎた挑戦1回目、ギリのまま終わっちゃいました。難しい。はい、もう1回もう1回。はい、2周目突入時1位来ました。で、獲得にだけ離されすぎてさ、マジだ何があったし、落ちまくり地獄にハマったんだろうきっと。さあ我々はできるだけ落ちる回数を少なくして優勝していきたいところ。落ち落ち、だいぶコースに慣れてきたな。コース取りがスムーズ。
です。まあ編集では2回目の挑戦感出して実況しておりますが、これ4回目とかなんでな。正直に白状。あ、でも初見じゃないのを初見って言ったりとかはしませんよ絶対。謎のプライドです。敗局戦は安心。押し、リードも十分。加速スペルもバッチリ決まったな。と思ったら、ああ。はい、切り替えていくでまだまだ余裕。虫はここに来てですね、覚えたんですね、最強の操作スキルを。お、と言いますと、落ちそうな時はアクセルボタン、あえて離して減速という神業でございます。いや、結構レースゲームの初歩的なスキルだったー。お、地味に今ちょいうまいショートカット。じゃ、この長いコーナーを曲がり切ったらもう最後ゴールまで一直線完全制覇じゃ。はい、抜けましたー。最後のジャーンプ。そして完全制覇達成。チルノの負けー。最後はあっさり犯人さん逃げておしまいか。ネミリアお嬢様どうした？お嬢様、昨夜ライドにすっかりハマってしまわれたご様子です。それじゃあ最後エンディング映像、これまでの全コースを。東方キャラたちがかっこよく走り抜ける PV でお別れ。おお、よいねー、かっといて。お、レイマリー。それにしてもマジで、どのコースもしっかり作り込まれてて最高でしたな。それな、迫力道は特にエグかった。皆様はどのコースが一番お好きでしたか？コウマ感もやっぱ良かったよな。キノコマリサの森も幻想的でした。勝手に変な名前すんなし。それじゃあねー、あと42分ほどこの映像続きますので、ゆっくりしていってね。え、嘘やん、そんな長いん。すいません、ちょっと盛りました。あと1分もしないで終わります。芝居でいいの？お願いしまーす。どなたか知りませんが、お使いって一生出てこないでください。ではではでは、本日で4回目の実況だった東方スカイドリフト、キャンペーンモード。これにて完結ということで、一回でもご視聴してくださった皆様に感謝。レースも面白かったけども、何よりもコースが最高でしたね。一回期待幻想郷。それじゃあご視聴、ありがとうございました。映像の方はあと少しだけ続くよ。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき、誠にありがとうございます。もしよろしかったら、動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。